いらっしゃいませ。良さそうな店やな。ありがとうございます。帰るよ。なあママ、この店錦山いう男の行きつけって聞いたんやけどな、実際よう来るんか？ええ。誰だあんた？真島いうもんや。お前は？あんたの探してる男だって言ったらどうする？俺がほんまに探しとるんはお前やない、牧村誠いう女や。その子は立花不動産の桐生と一緒におる。その桐生のとこに案内してもらいたいんや。真島って言ったかあんた？ああ。俺がこの世界に入る前、島の組に真島って人がいたらしい。下手打って左目えぐられたって聞いてるよ。それ以来町から姿消したってさ。登場会に復帰したってことですか、真島さん。まだや。だったらなんで牧村誠を追ってんだ。あの子を守るためって言うたら信じてくれるか。何？お前の兄弟分はどこや。牧村誠どこに隠しとる。錦山君、お前じゃ俺には勝てん。笑わせんな。会ったばかりで俺の何がわかんだよ。今ので何もわからんようやから、お前は俺に勝てんのや。あんたも分かっちゃいねえよ。あんたの目に俺がどう映ってんのか知らねえが、俺は死んでも兄弟を売る男じゃねえ。なるほど、そういうことかいな。確かにあんたは強えらしい。それでも俺は引くわけにはいかねえんだよ。レナ下がってろ。もうやめて。やめてほしいんやったら言えや、錦山。キリはどこや。待って、あなたが探してるのは牧村誠でしょ。ん？よせ、レーナ。彼女なら姿を消したわ。もう桐生さんの元にもいない。
どういうこっちゃ。錦山君も今彼女のこと探してるの。ここに来たのもその誠さんを探すために。ほんまなんかその話。3時間くらい前だ。彼女の兄貴が殺された直後、行方が。ちょっと待て、なんなんや誠の兄貴っちゅうんは。知らないのか。立花哲、立花不動産の社長が彼女の実の兄だ。何やと。二人は中国残留孤児の二世で、10年前に中国で生き別れてる。一人で日本に密航してきた立花は、後から妹も来日してたと知って彼女を探してた。牧村誠の方もずっと兄貴を探していたらしい。彼女が蒼天堀にいたのは、そこに立花がいると思ってたからだ。その兄貴がひでえ殺され方して、あの子はしばらく放心してた。俺も桐生もかける言葉がなかった。気がついた時にはあの子は姿消してた。目が見えねえはずなのに、どこ行ったんだ。最後に女見たのはどこや。西公園のホームレス街。そこに連れ帰った後にあの子は消えた。そしたら今頃町を出歩いてるかもしれんちゅうことか。あの子はヤクザが行さん狙っとるんやぞ。あんた、さっきあの子を守るために探してるって言ったな。あれ本当なのか。ああ。だったらあんたも探してくれ。あの子に何かあったら俺も桐生も死んだ立花に合わせる顔がねえ。くそ。死ぬの？